代表して山崎さとみさんが誓いの言葉を述べます。皆様お手持ちの冊子の5ページをご覧ください。それでは国歌を斉唱いたします。ピアノ伴奏者は新成人代表篠原美咲さんです。
新成人を代表して鈴木健吾さんが交通安全の誓いを述べます。交通安全の誓い。今日私たちは成人式を迎え、自分の行動に責任を持って生きていかなければならないと改めて感じています。しかし、もし交通事故が起きた時に自分に降りかかる責任は想像以上に重く、本来なら希望あふれる未来に暗い影を落としかねません。交通事故のない社会にするために、そして明るい未来のために、私たち一人一人が自覚を持ち責任ある行動を取ることが必要です。より安全な交通社会と交通事故ゼロを目指して、次のことを私たちは守ります。一つ、飲酒、暴走運転をしません。一つ、シートベルトは必ず着用します。一つ、走行中の携帯電話の使用はしません。一つ、思いやりと譲り合いの運転を心がけ、歩行者、自転車利用者、高齢者の保護に努めます。以上、宣言します。平成25年1月3日新成人代表鈴木健吾。吉田智彦さん、菊池かなさん、以上7名の皆様です。続きまして、大谷中学校区の皆さんです。高橋舞さん、長谷川由香さん、清水由美さん、以上15名の皆さん。